東二見駅は兵庫県明石市二見町東二見藤寄せにある山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は SY25。すべての列車が停車する。駅の西側に東二見車両基地があり、早朝、夜間や一部時間帯にはこの駅を始終点とする列車も設定されている。島式3面5線のホームを持つ京城駅。定期券発売所。 コインロッカー、フレンズショップがある。改札口は一箇所のみ。南北双方に入り口がある。改札口とホーム及び駅入り口を結ぶエレベーターが2008年6月に完成。また、駅周辺も駐停車場や、市営有料駐輪場等が整備され、市西の玄関口としてバリアフリー化が進んでいる。かつては駐輪場がなく、駅周辺に放置自転車が多数あり、 問題となったが改善された。2011年冬に駅南側旧浜国道をまたぐ歩道橋が東二見駅京上駅舎と直結で整備された。山陽電鉄では初導入となる液晶式の発車表を改札口とホームに備えている。内側2線が主本線、外側2線が対比線である。4番線の線路は 3.4番線ホームと5番線ホームに挟まれている。その5番線ホームは駅舎からつながっていないため、通常は立ち入ることができず、一部の上り普通列車が当駅で車両交換を行う際にのみ使われる。その際に当駅止めとなる交換元列車が4番線に入り両扉を開放した上で、車庫より5番線に入線した交換先の列車へ連絡する。 この場合、当駅からの乗客は4番線の当駅止め列車を通り抜けて5番線の列車に乗ることになる。1番線、2番線からは神戸方面へ、3番線、4番線からは姫路方面への出発も可能であるが現行ダイヤでは設定がない。上り列車が東二三車湖へ入庫する場合は4番線に入線する。上りは当駅の次は、妻か東、 妻まで終着駅がないため、終電が早い。逆に下りについては、終着駅が多いので日付変更後まである。乗務員は一部を除き、当駅で交代する。乗降者数8097人加古川市、張馬町民の乗客のほとんどが、ここで乗り換える。そのため、山陽電鉄全線中10位以内に入る、主要駅となっている。以下に、各年の乗車人員を示す。 駅南側は昔ながらの漁師町の風情が漂う街並みとなっている。ありがとうございます。